弁案その2、手抜きからスタートします。まず左後屈立ちに変わりながら、左手は内受け、右手は上段受け、これを同時に行います。ここから解釈は、顔面をカバーして下突きを打つ場合、打つという解釈もあれば、顔面をカバーしながら鉄槌を打つという解釈もあります。これは道場の先生方で判断してください。私は演武のラインがきれいにコンパクトにつながりやすい鉄槌を採用しています。内受け、上段受けを同時に鉄槌から騎馬立ちになりながら追い突き、今度は逆方向の動きです。一旦寄せて後屈立ち、あるいは猫足立ちになりながら、内受けと上段受けを同時に、そして顔面をカバーしながら鉄槌、騎馬立ち、追い突き。次は中心線に結び立ちで戻って、後方に対して鉄槌と側頭横蹴りを同時に出して、正面方向に下受けです。23本下受け、最後に前の手を、相手の前の手を落として、前屈立ち、右前屈立ちになりながら中段に抜き手を突き刺します。横の動きです。90度反転させながら下を受け、45度斜めに下を受け、今度は背面方向135度反転させて下を受け、45度斜め前に下を受け、来た道を戻ります。縦のライン、顔面をカバーしながら前屈立ち、左前屈立ちになりながら、右手で相手の前足をすくうようなイメージです。前足をすくうようにしながら内受けで崩して、前蹴り逆突き、前の手で今ついた手を使って小さな内受けから前蹴り逆突き、足を寄せて右前屈立ちになりながらもろ手受け、これは後で背面の映像の時にお見せしますが、右手の内受けに左手を添えることによって、より堅固な受けをするという意味です。この位置から90度背面に反転しながら、左下段払い前屈立ち、そして45度斜め方向に抜き手上段受け、この時は全て前屈立ちです。135度背面に反転しながら、右前屈立ち下段払い、45度斜め方向に抜き手、一歩前に出ながら前屈立ち上段受け、最後は相手から目を離さずに斬新。陰陽そろり、いいよ、その2。